はい、徳松家 TV 第3部です。はい、原油について、いやいやいや、はい、近藤さんにお聞きします。はい、よろしくお願いします。まあ、トムソンロイターってのは、まあ、通信社ですけども、ここが独自に作ってる原油の需給の予測がございまして、はい、2019年まで書いてありましたんで、はい、まあ、多分 IEA、つまり国際、エネルギー機関から拾ってるんだと思いますけども、うん、はい、このデータによりますとですね。まず需要ですね。そうです。まず需要では、はい、世界の2018年の需要は、日量 OECD が半分で 47%。非 OECD、まあ、中国とかソ連とかロシアとか、はい、そういったところが5242万バレルで、うん、トータルで1億、だいたい1億突破したんですね。うん、1億60万バレルであるという1億ちょっとですということを一応頭の隅に入れておいてください。2019年は、それが1億、どっかに書いてないかな、トータル書いてないな。1億151万、はい、151なんですね。6万バレルが1億151に146万バレル増加しますよと書いてあります。増加するのはほとんど113万バレルが、非 OECD、中国とかインドとかでございまして。オペックじゃない。オペックじゃなくて OECD、うん、先進国。OECD、うん、はい。一つの間違いやすいのがありまして、はいはい。需要の方は OECD ですね。はい。か、非 OECD かと。うん、つまり先進国か、発展途上国か。発展途上国ですね。そうですね。はい。はい、先進国は32万バレルしか増加しないと。はい。で、発展途上国が143万バレル増加して、はい、トータルで146万バレル。113万バレルと146万バレル増加しますということになってますということですね。発展途上国の方が増えていってるっていうことなんですね。この中国とインドしか増えないんですよ。はい、需要ね。はい、車が売れるってことがメインの問題ですね。うん、あるいはプラスチックの工場ができる、うん、石油精製工場ができるということがメインなんで、はい、精製設備ができるためにポコポコっと増えていくわけですね。はい、そのが、もう先進国で石油、四日市みたいなコンビナートはもうできないんですよね。作ろうともしないですね。はい、そして今度は供給の方です。供給の方ですね。はい、これは、これも、アメリカとかソ連とか、はい、書いてありまして、アメリカを含めた、アメリカ OECD 諸国が、はい、164万バレル、アメリカが一番多く増えまして、うん、だから、OPEC がさ、3911万バレルで、24万バレルぐらい増えまして、うん、それで、全体で、1億、1億214万バレルですね。はい。2018年は1億8万バレルですから、うん、さっき需要が1億6万バレルでしたから、大したほとんどチャラパーですね、というのが18年でしたね。うん、で2019年は、1億151万バレルと214万バレルなんで、はい、まあ、63万バレルの供給過剰になりますよと、はい、ということになってますということでございまして、供給の方が増えすぎちゃうと。で、これを見てて、もう赤いところで書いてあるんですけども、需給で見てみると、需給で、これ各国別に書いてあるんですけど、まあ、それを後で見ていただくとしまして、はい、世界のですね、需給は先ほど言いましたように、今年はチャラパーで、去年はチャラパーで、今年は63万バレルの供給過剰なんですけれども、これが起こる理由は、アメリカがずっと増やしちゃうからだと。アメリカの生産が増えて、ロシアも増えちゃう。24万バレル増えると書いてあります。ここの、ここの資料にはですね、まあ、ロシアは減産するとは言ってますけども、実際は年間を通しては24万バレル増えるだろうと、いう見方になってまして、結構下げるんですよ。ですか、ロシアはやっぱ金がないんですよね。国家経済の6割、まあみんなサウジでもみんなそうなんですけども、はい、国家経済の6割ぐらいが原油収入になってまして、はい、原油収入が途絶えちゃうと、政府がやっていけなくなっちゃうってことは、政権が危なくなるという危機感があるんですね。ですから、どうしても、はい、作りたがるんですね。それを考慮しての数字なんですか、これは。まあ、IA が、見通してるわけですから、うん、いろんなことが考慮されてるんだと思いますけれども、うん、はい。まあ、いずれにしても、旧ソ連邦っていうところの、カザフスタンも含めて、うん、まあ、両方とも、非オペック諸国と共同して、
減産しますと言ってますけども、はい、まあ、これは6ヶ月ですから、うん、前半だけですから、うん、後半にどうなるか分かんないですし、うん、要するに言いたいことは、オペック諸国と、まあ、はい、ロシアも含めた、オペック諸国が減産、120万バレルの減産をするにもかかわらず、うん、トータル的にアメリカが164万バレルも増産しちゃうんで、はい、なんていうかかわいそうだなということなんですね。うん、オペックが一生懸命観光維持するために頑張ってるんだけど、はい、アメリカがボン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 行っちゃって、もうはい、アメリカは黒字真っ黒でございますので、うん、そういう状況が今年起こって、アメリカの一人勝ちと、日経新聞の一面にも出てましたけれども、はい、でアメリカが今年は一人勝ちになるということですね、これから。なんか貿易赤字でどうのこうのって言ってるんだったら、ここだってちゃんと考えてほしい。トランプさんそういうこと知りませんから。ねえ。申し訳ないですね。はい。彼らにこういうことを説明しないといけないんだけど、うん、今のところは多分了解、理解してないでしょうね。はあ。はい。はい。そしてタンカーの動きから見た中近東からの原油輸出状況。まあ、そうですね、12月の。タンカーを見るとわかるんですよね。はい、少なくともトムソン・ロイターがタンカーを監視してまして、はい、うん、タンカーがどこからどういうふうに動きが出て、うん、どれだけ積んでたかってことを、はい、チャートに載っけてまして、はい、こうやって見てるんですか？そうではなくて、あの出航記録とか、そうそうそう。相談機で見てるわけじゃないです。そうそうじゃない。ちゃんとあの登録してますから、はい、出航したあの、はい、記録がありますから、はい、それによって、まあ、船会社に聞いてもいいんだろうと思うんですが。あ、じゃあこれきちんとした数字なんですね。そうですね。まあ、少なくとも予測ですね。はい、一つの予測でございまして、はい、原油量は海中、中近東からは減りましたと。1億1454万バレルに928万バレル減りましたと、はい。UAE からの輸出が減ってます。サウジオマーンは輸出は減少しています。イラク特営とカタールは増加しています。はい。というのは、まあ、逐一分かるわけですね。12月はサウジも減産してまして、はい。減産を遵守するという姿勢を見せてるわけですね。はい。イランからのコンデンセートの輸出量も減ってますけれども、うん、どっかに書いても、後で書いていただきますけど、韓国が輸入しましたと書いてますけども、はい。サウジアラビアの原油輸出は前週から416万バレル減少して、しましたよと。韓国向けが、サウジからの韓国向けは減ったんですよ、と。書いてある。イラクからも、イラクから増産してますよ、と。増加してますよ、と。中国と韓国が買いましたよ、と。だから、まあ、うん、なんていうか、いろんな、マトリックスですから、どっかが増えて、どっか減って、どっかが増えて、どっか減って、といういろんな傾向が毎月あるわけですね。はい、中国の原油入量は過去2番目に多かったと。これは小さい石油企業が出てきて、輸入ライセンスを年内に消化したいということで、12月ですね、先月は多かったよということでございまして、はい、まあ、在庫の積み増しも行ったよと。から新たに民間石油精製設備が稼働しましたよと。稼働するためのテスト的な意味ですけれども、それが入ってますよと。ということでございまして、ヘッジファンドはこれはどうやって調べたのかわかりませんが、はい、CFTC は全くあの、サイト上は更新されてませんのでですね、うん、休暇を取ってまして、ですから私はできないんですけども、この、レポートでは、ヘッジファンドは原油を売ったよと書いてあります。はい、韓国はコンデンセートを買いましたと。はい、ということで、石油はおしまいで、今週の予定。はい。今週の予定じゃ最後に見ていきましょう。そうですね。特に今日が15日ですけれども。今日は ECB、はい、あの、ヨーロッパで。再開、はい、ドラギ総裁の発言ですね。はい。それともう一つは、イギリスですね。はい、国会が開かれてどうなるか。そうですね。これが一番大きなニュースで、あとは特にないですね。はい、その他は、その他は通常の、ルーティンの。USDA は出るんですかね、まあ、出ないかもしれませんね。出ないかもしれないですね。今日現在休みですからね。いいですね。だけど、給料出ないから困ってる人もいるんですよね。そうですよね。うん、だからトランプさんに対する公務員の、なんていうか、投票が出るんじゃないかっていうこともありますけどね。はい。自分の首絞めることにもなりかねないよという。まあ、まあ、話に何も分かっとなんですからね。はい。ということで、今週は。はい。
その辺もすごく注目ですよね、でもね。アメリカがどうなるか。アメリカは、運営をずっと休ませるのかどうかっていうのは、3ヶ月もやるよってトランプさん言ってますけど、はい、メキシコのつまんない話ですね。鉄板に変えてもいいって言ってますけどね。そういう問題かってことなんですけど、うん、そうですね。はい。はい、ということで、はい、今日も最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。来週は近藤さんお休み。はい、そうです。はい、小針さんの出演になります。はい、来週もどうぞご覧ください。よろしくお願いします。それでは、さようなら。ありがとうございます。